This is Richard Skinner in London presenting the BBC In Concert programme. And this time we've got a blistering live set from the remarkable Thin Lizzy. It's a great show that for... 皆さんこんばんは、伊藤千束です。505スタジオからのセッション86に代わって、ウィークエンドライブスペシャル、第2部はザ・コンサートです。今バックにその雰囲気が流れておりますけども、BBC In Concert から今夜はブリティッシュロックの雄、Thin Lizzyのライブをお届けします。ご案内役の伊藤千束です。どうぞよろしく。さあ今夜はシンディズィの登場です。1970年に結成されてフィル・リノットのとてもユニークなキャラクターがこのバンドを支えていたわけですね。さて今夜はそのシンディズィの1983年イギリスのリーガルシアターで行われたファイナルツアー、つまり解散コンサートのライブをお届けするわけです。 This is the one Cold Sweat The Sun Goes Down Holy War The Boys Are Back in Town です。どうぞ。So let's join the crowd and hail and farewell to Thin Lizzy. I got to find a recognition. Gotta keep myself employed. Gotta find a new formation.My brain's destroyed. Got another reputation.
that was This Is The One. You're the one with Shelby. The only slow number on the new album, and it's a deep, meaningful song. This one. This is a song called "The Sun Goes Down." All too well.
comes and goes, he comes and goes. And he knows it all so well. But when all is said and done, something's down. Her best to leave, but she is captured by his spell, and she knows now she must deceive him. He knows this all too well. He comes and goes, he comes and goes. And he knows it all so well. But when all is said and done, something's down. Send here to redeem us.
us all too well. He comes and goes, he comes and goes, and he loves it all so well. But when all is said and done, we're going to do one more new song. This is one called Holy War. It goes like this. Has died. Sing the song.
やはりセンディズィの解散というのは一つのブリティッシュロックの終わりというか歴史の終わりを告げる、そんなやっぱり事件でしたね。でも解散したといってもみんなやっぱり、センディズィのファンの心の中にはいつかまたセンディズィが再結成して僕たちの目の前で演奏してくれるだろうといった夢を持っていたと思います。ところが、皆さんご存知のように今年の1月、センディズィのリーダーだったフィル・リノットは病気で亡くなってしまいました。そういう意味では今日ご紹介しているこのセンディズィのサヨナラ公演のイギリスツアーの模様はとても貴重なライブと言えると思いますね。センディズィは1970年、アイルランド出身のフィル・リノット、エリック・ベル、ブライアン・ダウニーの3人によって結成されています。それ以前にフィル・リノットはスキッド・ローというバンドでまだ若干17歳のギタリストゲイリー・ムーアと一時期活動したことがありました。70年、71年、72年、73年と彼らは、イギリスをサーキットするんですけども、まだ当時はそんなに人気がなかったわけですね。ところが74年、エリック・ベルンが脱退すると同時にゲイリー・ムーア、旧友のゲイリー・ムーアがこのセンディズィに一時期加入するわけです。そして彼らは新たに栄えあるレディングフェスティバルのステージでそのニューセンディズィを披露することになります。このレディングフェスティバルのステージにはゲイリー・ムーアの姿はなくて、代わりにアメリカ人のスコット・ゴーハム、そして若きブライアン・ロバートソンの姿があったというわけです。その後、先ほども言いましたように6枚目のアルバムジェルブレイク、このアルバムが突然イギリスでヒットしまして、シングルカットされた The Boys Are Back in Town、 これがイギリスのチャートのトップ3に入るという快挙を遂げるわけですね。それ以来センディズィはイギリスのいわゆるブリティッシュロックの中でも最も先鋭的なバンドとして若者の支持を集めます。ところがフィル・リノットというのは、ステージの上では 100% の常にその力を出すアーティストだったわけです。ですからどうしてもその妥協を許さない姿勢からグループ内のメンバーとの意見の食い違いが起こってきまして、残念ながらブライアン・ロバートソンは脱退します。その代わりにこのセンディズィに加わったのがあのゲイリー・ムーアだったというわけです。そのゲイリー・ムーアが加わった79年のアルバムブラック・ローズ、皆さん覚えてるでしょうか。アイルランドの民謡、そしてイギリスの民謡舞踏曲をアレンジした、今までのハードロックとはまた一味違ったスタイルの様式美がこのアルバムで貫かれていました。その後ゲイリー・ムーアは自分のプロジェクトのために脱退、新たにピンク・フロイドのバックでギターを弾いていたスノーイー・ホワイトが参加します。しかしこのスノーイー・ホワイトも短期間で脱退。当時はパンクロックニューウェーブがイギリスに吹き荒れて、ハードロックはオールドウェーブと呼ばれて、このセンディズィも時代の片隅の方へ追いやられてしまうわけですね。そんな中でフィル・リノットは自分の詩集を発表したり、あるいはディスコ・タッチのソロアルバムを発表するんですけども、なかなかそのセンディズィ人気に跳ね返ってこない、このやっぱり葛藤ということがありまして、彼は新たに元タイガース・オブ・パンタのジョン・サイクスを迎えてニューアルバムサンダー&ライトニングを制作するんですけども、フィル・リノットはついに自らのセンディズィの解散を宣言してしまうわけです。さっきも言いましたようにこのフィル・リノットもう亡くなってしまいました。つまりセンディズィの再結成はもうないということなんですね。彼が発表した80年のそして82年のソロアルバムを聞いてみると、センディズィとはまた違った音楽を彼はやりたかったんだなという感じがしますね。今日はそのセンディズィの1983年のサヨナラ公演の模様をお届けしています。それでは後半の曲をご紹介しましょう。ロザリー、 Baby Please Don't Go、 Still In Love With You、 そして Dancing In The Moonlight、 どうぞ。Cup of tea, Rosalie. Here we go.Rosalie, Rosalie, Rosalie.
dancing. Everybody's favorite little record girl. She knows music like only a dead will you see. She got the power, I got the power, Rosalie. Riding in the rodeo.
pieces. If I'd known, find something else to do. This sadness, it never ceases. Oh, I'm still in love with you. It's got me in a crazy spin. Oh, darling, 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 is this the end? I'm still in love with. Say time has its way of healing. It can dry all the tears from your eyes. Oh, but darling, it's this empty feeling. I can't describe it. After all that we've been through, I try my best, but it's no use. Oh, woman, I keep on loving. Is this the end? Still.